寺田助四郎君。維新の党の寺田助四郎でございます。会派を代表して質問いたします。その前に御嶽山の噴火により戦後最悪の火山災害で47人の方が尊い命を失いました。心からご冥福をお祈りいたします。総理は経済成長を成し遂げ強い日本を取り戻すために日々なみなみならぬ緊張感を持って努力されていると思います。総理のまるで青年の主張のような若々しい演説を拝聴し、それにしてはこれが一国の総理のお言葉なのかと思いました。一読いたしますと景気の良い言葉がそれこそ桃源郷に咲き乱れる花々のように踊っております。しかしこの国の将来のために何をするか具体的なことはあまり述べられておりません。地方の実情は桃源郷どころか生きていくのが精一杯であります、の状態であります。総理は経済優先で政権運営に当たっていくと述べられましたが、今優先すべき課題は経済だけではなく、1000兆円近い借金を重ねてしまった財政の健全化も必要です。維新の党は景気の先行きに暗雲が立ち込める中、国会議員自らが身を切る改革もせず、歳出削減の努力が見られない現状では消費税の増税には反対であります。2002年に小泉改革が内閣が提示した三位一体の改革では、国庫補助金改革、税源移譲による地方分権の推進と地方交付税の削減による財政の健全化で、地方自治体も含めたプライマリーバランスの黒字化を目指すということで、地方も同時並行的に平成の合併を進めるなど必死になって取り組んだ結果、2007年度にはプライマリーバランスがマイナス 5.5 兆円、対名目の GDP 比マイナス 1.1% まで縮小しました。しかしその後、2008年のリーマンショックを迎え、財政規律が崩れたまま今日まで来てしまいました。安倍政権では国土強靭化を筆頭にばらまきばかりが目につきます。来年度概算要求では、社会保障費の増加分を超えて歳出が拡大する見込みになっています。消費税の増税は、本来増える社会保障費を賄うためだったはずであります。与党の多数の力をもって、世論を無視して消費税を 8% から 10% に引き上げたとして、増収分はどのように使われるのでしょうか。消費税の増税分の使途について、総理のお考えをお聞きいたします。私は時々登山に行きます。山は上りよりも下りの方が危険で、事故も多いのです。上るときは自分の体力に合わせて進めばよいのですが、下りは足元をよく見て、背負った荷物と落ちていこうとする体をコントロールしながら降りなければ命に関わります。総務委員会では何度も提言して取り上げてもらったことに、地方公共団体の公共施設などの除却があります。平成の合併を経て市町村は重複した施設を抱えることになりました。財政が苦しく老朽化して使用目的を果たした施設を除却したくてもできないところには、記載を認めて持ちすぎた資産を減らす後押しをしてはどうかと提言し、前回の
通常国会で地方交付税法等の一部を改正する法律を中に組み込まれました。日本を取り戻すと叫んでみても、高度成長期のようなひたすらに長寿を目指して成長する時代ではなくなってしまいました。坂を上りきり、下り坂もある時代に入ったのです。今必要なのは、上を見る成長戦略ばかりでなく、慎重に足元の財政を見ることです。国も地方も背負いすぎてしまった無駄な荷物を見直し、辛抱すること、知恵を絞って工夫することで、財政破綻を回避して、身の丈に合った安心して暮らせる社会の実現を目指す一方で、新しい切り口で発展を模索していくことではないでしょうか。総理、2020年度にプライマリーバランスの黒字化目標が達成できますか。日本の財政の足元は大丈夫ですか。財政健全化について、総理のお考えをお伺いいたします。総理は今、国会を地方の創生に向けたスタートと述べられました。地方分権が叫ばれてから20年経っても一向に進む機会がありません。この度の地方創生の動きが一時的な部分で終わらず、地方がその個性を生かして生き残っていける確たるものになることを願っております。今度こそ国と地方が役割分担し、自立して互いに発展していける道筋が作られると信じております。地方創生についての総理の具体的なビジョンをお聞かせください。地方創生の中で、鳥取県大山の地ビールや、島根県海士町のサザエカレーが挙がりました。ふるさと名物で町を起こし、地域がそれぞれの地の利を生かし、工夫してチャレンジすることは大いに結構であります。しかし、過去にも一村一品運動、B 級グルメから派生した B1 グランプリ、農林水産省主催の農産漁村の郷土料理百選など、さまざまな取り組みがあり、一つの成功例をモデルケースにして、安易に飛びつく事例が繰り返され、多くの失敗が積み重なられてきました。都市部での販路拡大のための催事に出店してみたり、アンテナショップを作ってみたり、第三セクターの会社を作って商品化をしてみたものの、売れずに借金だけが残って生産したところも少なくありません。全国各地で同じような試みをしては、共倒れを繰り返してきたことも事実であります。石破担当大臣には、今まで失敗が繰り返されてきたようなやり方とは違う、新しい形を作り出してくださることに大いに期待しております。具体的な地方創生の手法を企画してください。もう少し追加してお話しさせていただきますけれども、私はですね、日本の国は全国一律の制度の下で運営制というのはですね、例えば北海道だとか豪雪地帯だとか四国だとか離島だとか条件不利な地域はですね、同じようにはやっていけないと思うんです。だから国の制度を一律というものを考え直して一国二制度を作ることから始める必要が地方創生 にとって必要じゃないのかなと思うんです。例えばですよ、北海道だとか東北だとか1キロ高速道路を作るに40億ぐらいでできるんですけれども、第二東名は300億かかります。それが同じ料金で取られるということ自体もですね、やっぱり広いところにもたくさん走らなきゃならないし、思い切ったことをですね、大臣、考えてみてください。それからですね、夕張地区なんかもね、あれを法人税を下げてやれば、法人税を下げて、例えば、地方にそういう法人税を認めるような形になればですね、私は企業になって立地できると思いますんで、一つその辺もよろしくお願いします。それではまた元に、今年も広島など各地で豪雨による災害が相次ぎました。つい先日は御嶽山が噴火し、新たな土砂災害が起こる心配もあります。亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
日本は災害の多い国であり、国民が安全安心に生活を送るための防災対策は必要であります。だからといって国土強靭化による過大なインフラ整備を正当化することを認めるわけにはまいりません。巨大なインフラといえば、今建設中の東日本大震災の巨大防潮堤が引き合いに出されますが、20年前に北海道南西沖地震で大津波の被害に遭って防潮堤を整備した奥尻島は、命を守ることを優先に人の住んでいるところに防潮堤を整備し、ほかには海辺を残しました。海を糧にして暮らす島民にとってなりわいの維持もまた大事だからであります。それでも昨年の暮れを訪れてみますと、せっかく整備した防潮堤のところに立つ民家には廃屋が目立ちました。岩手と宮城での災害公営住宅の建設事業が8割以上進捗していることは、待ち望んだ被災者にとって喜ばしいことであります。陸前高田市をはじめとした三陸各地で大掛かりな土地のかさ上げや高台移転が進んでいます。しかしこれらの復興事業は果たして身の丈に合ったものでしょうか。震災からすでに3年半が経過しました。この間に被災者被災地の状況は変化しています。仕事を求めて都市部に移動する被災者も少なくありません。人口減少は着実に進んでいます。将来的に持て余す結果になることは奥尻島の例からも明らかであります。当初計画を見直し、将来にわたって維持できる規模に見直すことはないのでしょうか。巨氷を投じて作った宅地や災害公営住宅が空き地や空き家にだらけにならないことを言い切れますか。竹下復興大臣にお伺いします。復興計画の見直しをするつもりがございませんか。総理は2020年のオリンピック・パラリンピックで聖火ランナーが復興なった被災地を駆け抜ける姿を世界に発信したいと述べられました。このまま見直すことなく建設が続けば、民家も沿道で手を振る人もまばらで、海の見えないコンクリートの壁が延々と続く景色を世界に発信することになりかねません。海の外ではその光景をどのように受け止めるでしょうか。総理の復興に対する総括的なお考えをお聞かせください。今まで国と地方の関わりは、霞が関官僚が書いた全国一律金太郎飴方式の上位下達で、地方の自由度はほとんどありませんでした。市長知事時代を通じて制度の壁と何度も戦ってまいりました。知事時代の2004年には、今までの日本にはなかった大学を作ろうと国際教養大学を設立しました。1年間の留学を義務付け、トーフルで600点をクリアが卒業の条件であります。4年で卒業できる学生は約半数で、残りの学生は5年くらいかけて卒業していきます。この大学を設立しようとした時には、多くの人が失敗すると考え、反対の声も多く、知事選の争点になってまでなった大学であります。しかしその大学は設立して10年で、先月の末に文部科学省が発表したスーパーグローバル大学の37校の一つに選ばれました。国際教養大学は日本的ガラパゴス的な既存の大学に対するイノベーションであると同時に、地方からのチャレンジでもありました。また全国に先駆けて幼保一元化や32学期を実現し、全国学力テストで長年最下位のレベルだった秋田県は、今やトップクラスの常連になりました。過去に誰もやってこなかったことを実行し、成果を上げ、新たなスタンダードを生み出すのもイノベーションではないでしょうか。総理は能力あふれる外国人の皆さんに、日本で活躍してもらえる環境を整備しますと、多様な価値に対応した公教育を可能にしてまいりますと述べられました。私は以前から、高校生にはできるだけ1年間の留学を進め、国際感覚を持たせたら、この国はもっと変わると言ってきました。残念ながら、知事の時代にはそこまで実現することはできませんでした。政府は5月に2020年の
東京オリンピック・パラリンピックを視野に、東京圏を世界で一番ビジネスのしやすい都市にするとして、国家戦略特区に指定しました。しかし、日本的な閉鎖性を持つ召喚士を変えなければ、海外の企業はなかなか日本に来たがらないでしょう。若い彼らの多くが日本とは異なる文化を身につけ、受け入れるようになれば、新しい成長モデルが生まれ、10年、20年先の日本は、それこそ総理が描いているような世界で一番ビジネスのしやすい都市が実現するかもしれません。総理の考えるイノベーション、高校生留学も含めた公教育の姿はどのようなものか、お考えをお聞かせください。女性が輝く社会の中に、真に改革すべきは社会の意識そのものとあります。例えば、少子化の時代の今、なかなか社会的には認められない学生結婚を社会が認めるような意識改革も必要ではないでしょうかと。もし子どもが授かった学生がいたら、大学が単位取得や休学・復学の配慮や、就職の支援をする若いうちに子どもを産んで育てれば、20代後半には子どももある程度手がかからなくなります。大学のキャンパスに実習や職員向けの幼稚園、保育所を持つ大学はあります。これからは学生向けにも認定こども園などが開設されて、授業の合間や帰り道には学生の両親に手を引かれて、キャンパスを歩く子どもの姿が見えると、そんな大学があっても良いのではないかと思います。企業でも同じような取り組みはできるはずであります。まず出産子育てをして、その経験を生かしてキャリアを形成して仕事に打ち込んでもらうと、それくらいの長い目で人材を育てるような改革をしなければ、晩婚化と少子化の傾向はなかなか収まらず、女性が活躍しやすい社会は訪れないと思います。有村大臣にお伺いします。産学官を縦断して女性が活躍できる社会を実現できるかどうかお答えください。いわゆる国民保護法が成立した2004年に、知事として自衛権の問題について考えたことがあります。県の危機管理として、アメリカと我が国の周辺諸国との間で戦争になり、警察権や海上保安権を超えた武力を持った人間が、船に乗って秋田県沿岸に上陸するかもしれないまで想定したこともあります。国民保護法ではこういった場合、都道府県知事は第15条1項の規定に基づき、防衛大臣に対して自衛隊出動要請をすることになります。7月1日の閣議決定に従えば、自衛隊がこの船を攻撃する必要があると判断した場合、領海に入る前に沈没させれば集団的自衛権、領海内なら個別的自衛権の行使と整理できると思います。しかし、当時の県の現場では、地上の整理でなく、県民の生命、身体、財産を保護する責任を負う県知事として取るべき行動は何かを必死になって考えました。集団的自衛権を行使できるようになった、普通の国になったと吹聴して、周辺諸国を刺激するよりも、実際に問題が起きたとき、どのように対処するか、シミュレーションしておく方がよほど実践的と考えますが、総理のお考えをお聞かせください。また、昨年の特定秘密保護法案の審議では、テロリズムの防止に関する情報について、県警本部長と都道府県知事の間での事前の情報共有ができず、住民への避難指示や誘導に支障が来す恐れがあることを指摘しました。先ほどの事例でお伺いいたします。政府は武装した人間が乗った船が日本に向かっているという情報を入手していたが、直前まで都道府県知事に伝達できず、対処が間に合わなかったために、住民に死傷者が出た場合は、誰が責任を負うことになるでしょうか。また政府が情報を入手していたことは、特定秘密として扱われ、闇の中に葬らされてしまうのではないでしょうか。自衛権と特定秘密保護法と国民保護法の関係について、総理のご見解をお聞かせください。
原子力政策についてお伺いします。福島第一原発事故はまだ収束が見えておりません。急性期が過ぎ小康状態を保っているだけであります。あれほどの取り返しのつかない人災事故を起こし、その解決もできないのに、政府は半ば強引に原発を再稼働させようとしています。日本の原子力政策はトイレなきマンションと言われ続けながら進んできました。しかし最終処分をどうするのかも決めずに、原子力の利用を続けることは国民の目を欺いているとしか言いようがありません。昨年小泉元総理が訪れて話題になったフィンランドのオンカロ最終処分場予定地に、私は2012年1月直接地層処分の実態を学びに個人的に視察してきました。日本の国会議員では初めての訪問だと言われました。同じ足でフランスのラ・アーグ再処理工場にも回りました。フィンランドは国と国民が地球温暖化のその危険を承知の上で原子力というエネルギーを選択しました。温暖化の位置する地層は過去18億年に遡って動いた形跡のない安定した地盤であります。世界有数の地震火山国である日本には、残念ながらそれはそれほど長い間安定している地盤はありません。フランスのラ・アーグ再処理工場はご存知の通り、青森の六ヶ所再処理工場のモデルになっている施設であります。そこで原子力発電の危険性について伺ったところ、原子力発電には必ずリスクが伴うと、国民にもそのリスクをきちんと理解してもらうことも重要だと明確な答えが返ってきました。地元の同意も避難計画も不十分なのに、何が何でも安全と強弁し強引に再稼働を進めようとする日本の原子力政策とは大きく異なります。地層処分について、北海道の幌延新地層研究センターに、核燃料サイクルと再処理については福井県敦賀市にある文殊と青森県六ヶ所処理工場を視察してまいりました。どちらも稼働には程遠く、いまだ道半ばでしかありません。原発の再稼働を進めるというのなら、まず最終処分をどうするのかと、その場所を決めるべきではないでしょうかと、小渕経済産業大臣に伺います。文殊や六ヶ所再処理工場の核燃料のサイクル事業の道筋をどうするおつもりですかと、併せて核燃料の最終処分についてのお考えをお聞かせください。それからオンカラとラーアグにぜひ足を運んでみてください。小泉元総理のように考え方が変わってくる可能性もあると思います。冒頭、若々しい青年の主張のような総理の所信演説と申し上げました。日本各地の前向きな話が散りばめられております。しかしその中に登場した福島県広野町に輝く稲穂、宮城県東松島で農業に取り組む安倍さん、海士町のサザエカレーを作り出した若者、根室のサンマ、どれとってもそれぞれの方々が地域に根ざして知恵を絞り、汗を流して独力で勝ち取ったものであり、総理の政策実績とは何の関係もない内容ばかりであります。総理の所信というものは、国民に対しこの会期中に何をしたいのか、何をするのか、それを具体的に述べ、国の道筋、将来を示すものだと思います。今国臨時国会が昨年の臨時国会のように、数に頼んで押し切るようなことなく、国民のために議論が尽くされ、実のある会期になることを願いまして、私の質問を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。
田畑節郎議員にお答えいたします。消費税増収分の使途についてお尋ねがありました。消費税増収分は全額社会保障財源に課することとしており、社会保障以外の使途に充てることはありません。なお安倍内閣では歳出について社会保障支出を含め正規を設けずに見直しを行い、大胆な重点化効率化を進めているところです。このため安倍内閣ではばらまきばかりが目につくとのご指摘は当たりません。財政健全化についてお尋ねがありました。我が国の財政については GDP の2倍程度という巨額の公的債務が累積するなど厳しい状況にあります。そのような中、安倍内閣においては経済再生と財政健全化の両立を図り、国地方の基礎的財政収支に関する財政健全化目標の達成を目指します。来年度は半減目標の達成時期にあたります。この達成に向け、デフレからの脱却、経済再生を確実なものとしつつ、歳出、歳入両面の取り組みを進めてまいります。地方創生の具体的なビジョンについてお尋ねがありました。若者が将来に意味や希望を持てる魅力あふれる地方の創生は安倍内閣の最重要課題です。景気回復の波を全国隅々にまで届けるとともに、若い方々が安心して働き子育てができる地域を作ることにより、地域減少を、人口減少を克服する道筋を描いていくことが必要であります。このため、私のもとに町市と仕事創生本部を創設しました。この本部のもとで各省縦割りを廃し、従来の取り組みの延長線上にはない政策を実行してまいります。政策の検討、実施にあたっては、それぞれの地域ならではの支援や良さを生かすことにより、地方に仕事を作ることを重視します。また地方に住みたい、子どもを持ちたいといった国民の意欲を実現するアプローチを取ってまいります。さらに地域の声に徹底して耳を傾け、国の示す枠にはめるような手法を廃し、地域の個性を尊重して支援してまいります。復興に対する総括的な考え方についてお尋ねがありました。2020年のオリンピック・パラリンピックは、被災地にも夢と希望を与えるものです。その際には、世界の人々に力強く復興した被災地の姿を見ていただくため、インフラの復旧だけではなく、町のにぎわいが戻るよう、自治体や関係者の方々と復興を進めてまいります。その際、具体的な施設の計画については、県等の事業主体が地元の町づくりや県間との調和なども踏まえつつ、地域の合意を得ていくものと考えています。教育におけるイノベーションと公教育の姿についてのお尋ねがありました。すべての子どもたちが夢を実現するため、世界トップレベルの学力と規範意識を身につける機会を保障することが、教育の大きな目的であり、また国の責任であります。このため、地域がそれぞれの実情に応じて、創意工夫を凝らし、革新的な取り組みにチャレンジしていくことが重要であります。先般、新たな体制で再スタートした教育再生実行会議において、議論を深めながら、引き続き教育再生に全力で取り組んでまいります。7月1日の閣議決定と、問題発生に備えた対処シミュレーションについてお尋ねがありました。我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しており、もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできません。そのため、日米同盟を強化するとともに、各国との信頼関係、協力関係を深めていくことが重要であります。その上で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定し、切れ目のない安全保障法制を整備する必要があると考えています。もちろん政府としては、平素からさまざまな事態を想定し、関係機関が連携して各種シミュレーションや訓練を行ってきているところであり、このような取り組みは必要不可欠であります。同時に、自衛隊をはじめとする関係機関がさまざまな事態に対して有効な対処を行うためには、その根拠となる国内法が必要です。法治国家として、超法規的対応があってはなりません。このような法整備と平素からの不断のシミュレーションは、いわば車の両輪であり、両者相まって、我が国の抑止力は飛躍的に向上し、紛争が生起する恐れは一層なくなっていくものと考えています。緊急事態における都道府県知事への情報の伝達についてお尋ねがありました。ご指摘のような場合には、都道府県知事が行う住民の避難措置等
のための情報は特定秘密に該当せず、国から知事に当然提供されます。なお、政府にとって不都合な事実を隠蔽することを目的として特定秘密を指定することなどは決して許されません。チェック機関の設置など指定等の適正を確保するための仕組みが整備されることから、特定秘密保護法の下ではそのような指定はできません。財務省につきましては関係大臣から答弁させます。国務大臣石破茂君。寺田議員からは、これまでのやり方とは異なる具体的な地方創生の手法についてのお尋ねを頂戴をいたしました。地方のことは地方が一番ご存知なのでありまして、地方創生にあたりましてはこれまでの国主導のやり方ではなく、地域住民の皆様方のご参加を得て地方の個性を尊重し、地方の自主的な取り組みを国が後押しするということを基本としてまいります。また地方におきましても、中長期を含めました政策目標を設定の上、効果検証を厳格に実施し、ばらまき型の投資ではなく限られた財源の中で効果の高い政策が集中的に実施されますよう努めてまいります。さらに総理を本部長、全閣僚メンバーといたします町人仕事創生本部を立ち上げ、各省の企画立案の司令塔となりますことで縦割りを排除し、政府一丸となって課題解決に取り組んでまいります。一国において多くの制度を導入する、あるいは高速道路の料金体系等につきましてもご指摘を賜りました。問題意識は受けたまりました。今後議論を深めてまいります。ありがとうございました。国務大臣竹下亘君。寺田議員から復興計画の見直しに関するご質問をいただきました。これまでの取り組みによりまして、岩手と宮城での高台移転や災害公営住宅は8割を超える事業が始まるなど、復興は着実に進んでおります。一方、高台移転などの事業には一定の時間を要することから、その間に住民意向の変化が生じることが考えられます。地方公共団体においては、こうした住民ニーズを踏まえまして的確に計画の見直しを行っていただいていると承知をいたしております。引き続き関係省庁と連携を図りながら、このような計画の見直しに対しましてきめ細やかに対応支援をしてまいります。以上でございます。国務大臣有村治子君。寺田議員から、産学官を横断して女性が活躍できる社会を実現することについてお尋ねがありました。女性が活躍できる社会を実現するためには、希望するすべての女性がその置かれた立場にかかわらず安心して出産・子育て等ができる環境を整備していくことが重要です。例えば大学内において教職員や研究者・学生などのために保育施設を設置する取り組みも出てきており、こうした取り組みが進むことを期待いたします。大学教育の推進に向けて大きなご貢献になりました寺田議員ならではの問題提起に敬意を申し上げます。政府といたしましては、企業や大学等における保育施設の支援など保育の受け皿を整備し、長時間労働の抑制や働き方の改革など、ワークライフバランスの推進をはじめとした仕事などと子育てを両立できる環境の整備について
着実な取り組みを進めてまいります。経済産業大臣、小渕優子君。核燃料サイクル事業及び最終処分についてお尋ねがありました。核燃料サイクルについては、6カ所再処理工場の竣工遅延や、文書のトラブルなどが続いてまいりました。このような現状を真摯に受け止め、直面する問題を一つ一つ解決することが重要であります。その上で、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の量の減少や、放射能レベルの低下などに資する核燃料サイクルについては、関係自治体や国際社会の理解を得つつ推進をしてまいります。最終処分の問題は、現世代の責任として解決すべき課題です。しかし、いまだ処分地選定調査に着手できておりません。このため、国が前面に立ち、より適性が高いと考えられる地域を提示し、重点的な理解活動を行っていく方針としたところです。国民や地域のご理解をいただきながら、将来世代に先送りしないよう着実に進めてまいります。